中井沢は中華人民共和国の政治家。旧メンバーからの入れ替わりの八大元老の一人で、中国共産党の第七期中央候補委員、第八期中央委員、第十二期中央政治局委員などを歴任。現中国共産党中央委員会総書記、中華人民共和国主席である習近平の父。1928年中国共産党入党。 日中戦争期間中は、戦政省、官宿省など、中国西北部で、高校らと共に、革命根拠地を作り、戦艦編ソビエト政府主席や西北野戦軍、副政治委員を務めるなど、長期にわたり西北部の党、政、軍の工作の中心人物となり、後の戦政法の地盤を築いた。1949年11月30日、 中共中央軍事委員会の決定により、第一野戦軍と、西北軍区が統合され、中国人民解放軍第一野戦軍権、西北軍区に解消されたとき、法徳会が、司令員周中勲が、政治委員となった。1949年10月の中華人民、共和国成立後は、1952年に、党中央宣伝部長に任命。 1953年9月18日、政務院秘書長に任命され、1954年9月27日に国務院に改組されると引き続き国務院秘書長を務めた。1959年4月28日には国務院副総理兼秘書長に昇格。その間、1945年の第7回党大会で中央委員会候補委員。 1956年9月の第8回党大会で党中央委員となる。しかし、1962年8月の第8期10中全会予備会議で半島小説流子短事件が粛清された高校の名誉回復を企む者と攻撃され、9月の第8期10中全会ではもう東党からも批判され、後世を主任とする審査委員会が発足。 半年後に、西北半島集団として、島内外の全職務を解任された。この事件は、文化大革命の先駆けとなり、その後、文革も終了して、毛沢東が死去してから2年後の1978年まで、16年間も拘束されるなど残酷な迫害を受けた。1978年4月には、関東諸島委員会第四回大会で、 第二初期として復活し、同年12月には、第一初期に昇格。翌1979年12月の関東省第5期、人民代表大会第2回会議の決定により、関東省庁を兼任。1980年には、公衆軍区第一政務委員となり、関東省の党、政軍の中心人物となった。文化大革命以前に、 関東省初期だった、張氏王同様、香港への密航者が後を絶たないことに衝撃を受け、関東省の改革開放を進め、と中央工作会議で税制面で経済特区構想を提起した。新選手は1980年5月に正式に経済特区として承認された。1978年12月の第十一期三中全会で名誉回復し、 中央委員に選出される。1980年9月10日には、全人代常務委員会副委員長に任ぜられ、1981年6月10日より、法制委員会主任を兼任。1981年6月の、第11期6中全会で、中央初期どころ初期となり、中央初期どころの日常業務を担当。 1982年9月12日の第12期市中全会で、党中央政治局委員に選出され、初期どころ初期に再選出された。1988年4月8日、第7期全人大常務委員会副委員長。1993年退任。2002年5月24日、北京で病死。八宝山革命公募に埋葬された。2007年、 出身地の先生賞二平県に当時、先生賞当初期だった長学ーによって、改装のための古代の皇帝領並みの巨大な領母が建設された。この墓には記念館が併設され、面積は約7000平方メートル。専用道路と駐車場を含めると2万平方メートルを超えるという、書籍の発刊や記念切手も発行されるなど、息子、習近平によって、 父、周中君への個人崇拝も強められているとされる。ウイグル人などの少数民族に融和的で理解がある人物だったとされ、チベットのダライラマ14世と信仰が深く腕時計を送られた。内モンゴル自治区の指導者であるウランフとも中国西北部で共に活動した時代から非常に親密な仲であり、 モンゴル族の民族衣装であるデールを着て、ウランフと握手する姿も、記念写真に残ってる。中国で散逸し、1990年代に、日本の皇室関係者経由で写本を手に入れた、軍書治療の研究を命じて、後に刊行される、軍書治療公約の大事を記号しており、2015年に、新年の字を述べた、習近平の執務室の書棚に移って注目された。 中国共産党の元老でキングメーカーともされる総大羅と密接な関係を持ち総大羅は古近闘の後継者に習近平が指名される際の後ろ盾にもなったとされる北朝鮮の金一世、金正日親子と交流があり金正日の息子である金正恩が最高指導者就任後初の外遊で訪中した際は習近平から1983年に 後継者内定5発の外遊で放駐した、金正日と父親の周中勲のゆかりが引き合いに出されて、宴会では、毛沢東、周恩来、東昌平、江沢民、古錦東ら中国の歴代指導者と共に、周中勲が金親子と触れ合う映像が映し出された。エビ歴任国務員主要領土人名譚、中華人民共和国主席令中国共産党、 中央委員会、1978年、中国14日市1979年、中国14日市中国共産党、第11届中央委員会第3次、全体会議広報中華人民共和国全国、人民代表大会広告全国人民、代表大会常務委員会席右折受報審事挙兼任法制委員会、主任職務的請求は任命中中伊佐尾、 県人法制委員会主任的、定田忠氏。中国共産党、第11届中央委員会第6次、全体会議候補第12届中央委員会、第1次全体会議候補中華人民、共和国全国人民代表大会広告、墓を作った男の大出席ついなまりが、出世レースでは、プラス2産経ニュース。 https://www.sankei.com/.world/.news/.171110/.wor1711100022-n1.html2018 年4月12日閲覧習近平氏の父、習中君生誕100年で、記念事業続々歴史の皮肉、両母は、陳情村に、 産経ニュース。https://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ131102スラッシュ wor1311020039-n1.html2018 wor 年4月12日閲覧収書席父の意向で基盤固め書籍、切手、仲井佐尾白井さんキャンペーン。 富士山系ビジネスアイ。httpww.sanqbiz.jp.express.news.131022。エクスト1兆3102億2000万円1。htm2018 年4月10日閲覧。ホワットクシー・ジンピングランド・ラーディドゥン・ティー・ラーン・フロム・ヒズ・ファーザー・アウト・シン・チアン。ザ・デプロマット。https。 ザディプロマット m a t c o m 2019-11ホワットサイ・ジンピング・ランド・アンド・ビィドゥントラーン・フロム・ヒズ・ファーザー・アバウト・シン・チアン2019年12月1日閲覧オバマ大統領がこのタイミングでダライ・ラマ14世と会談した理由 http://news.kyokasho.biz/.archives/.225902014 年10月23日閲覧。避難猛虎自治区、建物、夜中、感情、渾身。新郎。h t t p n e w s c n a c o m cn, c, nd,2017 年8月8日。 ドックイファイタムブ 7081149SHTML2018 年5月7日閲覧。中国の支配者、習近平が引用する奇妙な古典。次世代。2018年3月10日閲覧。習近平の父が守った伝統文化の価値。アゴラ。2018年3月10日閲覧。内幕、ことは、 金平螺雪藩と是ゼソ指定的。新東人電子大。2018年4月10日閲覧。コラム、僕国外交の大螺を張る。中央日報。2018年4月10日閲覧。金正恩委員長、就主席に中国を先に訪問したのは当然、崇高な義務。中央日報。2018年4月10日閲覧。金正恩秘密。 幕公与同館中編。バイ2018年4月10日閲覧。石川義弘。小説。竜子探事件の歴史的背景。石川義弘。中国社会主義文化の研究教都大学人文科学研究所。2010年。ありがとうございます。